こんにちは、柴田です。今回は初期ラットのご紹介です。このラットはボーイ時代の布袋さんが使用していたことでも有名なラット1という初期のものですね。これはですね、86年製らしいです。ボーイのですね、あの伝説のライブケースオブボーイ、あの時のメインの歪みは布袋さん、このラット1だったそうです。ラットはですね、たくさん種類があって、例えばターボラットとかパッケージが違うものもあるんですけれども、この初期のラットだけでもですね、4種類あるそうです。調べてたらですね、結構やっぱね、これ奥深いですね。 OD-1 とかチューブスクリーマーも奥深いですけれども、これもね、本当に奥が深いエフェクターだなというふうに思いました。このラット1は元ジュディ&マリーの拓也さんがですね、 YouTube チャンネルでご紹介していたので使ってみたいなというふうに思っていたんですが、今回ですね、千葉管楽器さんからお借りすることができました。かなりね、レア品で高騰しているエフェクターなので、なかなかね、お見かけする機会がね、減ってきたんですけれども、僕がね、高校生の時は結構普通にラットって売ってましたね。ただそのラットはラット2というものだったみたいです。今回ですね、ご紹介させていただくのはこのラット1。ご覧いただいた通りですね、プロコというメーカー名と白文字でラットというふうに入っております。これが布袋さんやジュディマリの拓也さんが使用していたラット1ですね。白文字が前期、そしてラット1の後期がこういうふうになっております。こんな感じでプロコのメーカー名が入っておりまして、ラットの文字が黒になってますね。これが後期のものになります。そして僕の世代の方々だったら知っているであろうラットがこれですね。プロコの文字がなくなっていて、 LED が A の真ん中あたりにですね、ついております。これはですね、ラット2になります。ラット1はですね、 LED がないんですよ。ですが LED がついているものが本当激レア品としてあるそうです。その時に販売代理店だった神田商会さんがですね、LED をつけて販売していたものがあるそうです。これは何個ぐらい生産されたかっていうのも不明で、時期も不明らしいので、かなりレア品らしいですよ。そしてこのラット1の前にプロトタイプというものがあって、これですね、これはさらにレアなラットらしいです。ちなみにですね、拓也さんのチャンネルでこちらのラット試奏しております。という感じで、今回初期ラット1をですね、この後テレキャスで鳴らしていきたいと思います。Thank you.